マコナコです。さて、ノルマン人の方の3つ目、バイユーの陥落いきましょうか。ノルマンディではウィリアム征服王の息子たちの間で領土の支配権をめぐってる戦いがあるそうです。ウィリアム・ザ・コンカラー had recaptured York from the rebels. Now he wanted to teach them a lesson for defying him.He began a brutal campaign of destruction to crush any further resistance, known as the Harrying of the North. Villages and crops were destroyed. It is said 100,000 people were killed. With ruthless efficiency, William the Conqueror had secured obedience in his new kingdom. But it wasn't to last. It would be thrown into chaos by his own children.When William the Conqueror died in 1087, his favorite son succeeded him. King William II, known as William Rufus. But 13 years into his reign, disaster struck. While out hunting, he was killed.William's youngest brother took his place as King Henry I. But there was a problem. At the time, Henry's elder brother, Robert, Duke of Normandy, had been on crusade. When he returned, he was furious that Henry had grabbed the throne. From Normandy, Robert attempted to invade England to claim the crown from his brother.But he failed and returned home. In retaliation, Henry struck back. In a reversal of 1066, he crossed the Channel and invaded Normandy, intent on undermining his brother Robert's rule. His first target was Bayeux.This rich and splendid city was one of the jewels of Normandy. Henry was to begin his campaign by unleashing his forces on the city. Bayeux was about to feel the wrath of the English army.今、普通の現代人が歩いてたね。最後の方のムービーの部分で。あの辺りは普通に AI とかで消せそうな気がするけどね。AI なり編集なりでね。あえて残した可能性もあるけど。ということで、バイユーの陥落、早速行きましょうか。どういう感じになるのか。行きましょう。1105年。King Henry I set out to make an example of Bayeux. 今回どうなんだろうな。これ多分ロングボウ兵じゃない？今見えてるの。イギリスのオリジナルの兵か。なんかこれ杯を立てて、でそうすると馬に対するね防御効果もあるので、まあ馬も回り込めばいいんじゃないっていうね。気もするけど、杯に守られたヘンリーの騎兵に対して突撃攻撃、それを防ぐことができている騎兵の、さらにやってきている全ての騎兵を選択。これで杯今立ててるね。ちょっと時間かかってるんで、まあそこら辺は注意が必要かも。これ石膏だね。バイユーを破壊する。サカモギは多少時間がかかる。増援到着。バイユーの陥落を知らせる使者。またこれ使えるようになりそうだけど、あれは来なかったな。今来るかなと思って待ってたけど、
どうしよう、グループ分けあまり好きじゃないというか苦手というか。うん、グループ化できたになってる。素直に坂本やってからでもよかったね。このリーダーユニットは HP 回復するようなので、そこをうまく使っていくと面白いと思うけど。え、あれ倒せないの？倒した。一人だけ行ってるんだけど大丈夫これ。じゃあこのまま進行しましょうか。いや、そのまま進んでもらって構わないんだけど。いやいや、やたら攻撃しようとするな。うん、高所にいるといいという話になってる。敵やってくる気配はないか、大丈夫か。これ先行かせて、もう一個リーダー復活というのが、あ、もう来てるね、敵。で、上からも攻撃されている。人力では無理。ちょっと待って、なんで後ろから来てるの。ちょっと待って、何これ、後ろ、これ。いやいや、そっち側じゃない、こっち側行ってもらいたいんだけど。いや、こっち側行ってもらいたいんだけど。何やってんのこの人たちは。熟練装兵よ、頼むから戦ってくれ。左側、あの矢倉もちょっと鬱陶しいな。倒しに行きたい気はする。違うやつでもなんか全然違う方向行くんだよね。で、多分弓だとあまりダメージ通らないと思うので、ここら辺の装兵とかで多分ダメージが通るんでしょう。で、何をしろって。森の村を占拠。これなんか一人敵戦闘法敵戦闘法してんだけど、何やってんのこの人。ここら辺壊さない方がいいでしょ。左下だな。上来てる気配がある。止まってしまうともう即座に攻撃やってしまうんで、多分後々自らで使える拠点になるような気がするからね。これどこ行くの？ここ、あっ、これは水辺はどこ越せる？うん、水辺今クリックしたら上から行こうとしてるけど、探索しましょう。まあいいかも、あれ壊して。やはり遠くから行こうとするので、こっち側から通れない可能性が、まあ、そもそも通れてないな。どこら辺から行けるのか。ここ浅瀬じゃないの。いや、ずいぶん遠く、あ、今橋が見えたね。あそこ壊さないとダメ。これもう行っていいでしょ。いや、ダメダメ、行ったら。僧兵が戦ってくれないと。あれ、これ増援か何か来てる。これ関係ないか。何これ、幕、幕、人幕か。人幕。多分何もあそこ効果ないと思うけど、今いたんだよね、敵がね。竜兵前で、うん、
上狙ってほしいんだけどな、九兵は。上狙いなん、上狙いなん、なんてことないね、当然ね。あらかた倒した。終わったならば、移動しましょう。結構時間かかってるね。そして9兵危ないのが多い。早く回復してあげたいけど。9兵でもロング防兵。あ、これロング防兵ってこれ回復効果あったと思うんだけど。敵来ている。でガンガン行きましょう。ここ壊さないとダメかな、敵の拠点。リーダー復活。他は坂盛り。もう一個特殊な、ね、効果で HP 回復みたいなものもあるはずなんだけど、ちょっと待って、これ何やってんのこの人。しゃっかり隠れて撃ってるんだけど。村選挙、ここ内政じゃない、そうだよね。さて金がどこで取れるか。ゲーム保存中。火事場を築く。他造兵士長かな、これは。射撃ユニットや攻撃兵器を強化する。やっていきましょうか。どの道、食料厳しくなるだろうから、ここら辺で。With a blacksmith on hand, Henry's infantry would soon be ready to construct siege equipment. 攻撃兵器、攻撃攻撃、それできるようにやろうかというところ。テクノロジーを学びましょう。行為工学、あ、他もやっておきましょうか。あともう一個、これも非行為ユニットと建物の射撃ダメージがアップ。射撃関連が良くなる。あともう一個、これ宿営地の設営、これ先やって HP 回復したいね。そして金がこちら側にあるので、採掘所作っておきましょう。あとは戦士、騎兵だけがある。当然今回9兵だと思うんだけれども、やるとしたら。普通にこの9兵のやつで鍛えられるかどうか。波状椎、ここを使って波状椎を建設。これ波状椎がここ出るので、またもう一個工場棟もある。木材使うんだよねこれね。今即座にやるべきかの問題があるけど、波状椎早く作れみたいな感じになってるけど、ここで宿営地の設営、これやると HP が多分、この場所だけかな、HP 回復してるね。左下、全員この中入れてしまえば。だから一回やったら、誰かがやったらもう他の人はできないみたいな感じになってるね。すでにアクティブですみたいなことになってるんで。
波状椎早く作れになってる。ロングボフェ作れるね、これ。この場所で。疲弊も作っておきましょう。あとは、戦士育成所。結構難易度が高かったりするから、ちょっとがっつり内政も整えつつ。Henry's presence on the doorstep of Bayeux would not go unanswered, and now his forces brace. イングランド軍は敵中に備えた。ああでもこれあれだな、熟練僧兵とかは回復してないな。あくまで、あ、ちょっと待って、生きてるんだけど。もういいか、仕方がない。ヘンリー repelled the attack, but he knew that so long as Bayeux still stood, the city would not give up the fight. ここで酒麦作ってしまえばね。さて。さらに強い騎兵みたいなものが作れるようになっている。あとはここら辺のアップグレードもガンガンやってしまって、ぐるぐるずっとなんか馬が回ってるんだけど、多分狭いからだと思うけど。さて食料がない。一応 H を押すとね、キーボードのこの真ん中が指定されるんで、ダブルクリックでもこの場所行かないか。コントロールと H でこの場所ワープできるけど。まもなく家も作んないとダメかも。食料かな、当たらないの。こんなところか。あと家をちょっと作らせましょうか。ここ置きたいんだけど、なんか置けないな。うん、馬が荒ぶってんね。じゃあそろそろ作りましょうかと思ったけど、木材が足らない。伐採速度早めてもらって、採石も早めてもらって、他は問題なくもう取るべきものは取ってるんで。やっぱり一回でも辛い思いしたからね、ちゃんと内政やっとかないとみたいな。一つ前のプレイがなかなか辛いものがあった。なるほどね、木材がないから連続で入力できなかったのか。
伐採所前に持ってきましょう。これが暇してる。これも木材取ってもらって。さて、木材が結構この食料を使ってしまってるので、この辺りの。これ畑作るときにその都度、敵がやってきている。あとここら辺剣か、剣よりかは槍の方がいいんだよね。熟練装兵、馬に対してはね。もうマックスまで育てたいような気はする。市場を作ってもいいけど、自然消地。ここら辺はゆっくりやっていきましょう。アップグレードは十分できている。この辺りまた宿営地。どう攻めればいいんだろう。これもこの場所もね、石壁と攻撃やってくるので、あれも倒しておきたい。さてそろそろ作りましょうか。まとめて作ることできないから、まだまだ待たないと。さて作り終わった、中入れてしまいましょう。ここら辺のユニットも入れるか、入れてもいいけどね。今ユニット180分の160、ここが暇してる。金はもう取れないか。一人だけ家を1個2個、これで200になって、200でマックスだと思うので、赤文字やっていきましょうか。1個これ作り終わったね。波状椎に人が入れるので、まあ16名ほどね書いてあるけど、それを入れて近寄らせて、で出すんだけど、下手すると出し忘れるとかね、ありそうだから、ここら辺が怖い。これどこだったのかな、こっち側あるけど、これアイテム取れた可能性もゼロじゃないんだよね、こういうのね。人工関連の建物、まあそうか、アイテム絡みではない。これ上からやってくる気配あるんじゃない、違うな、人が動いてる。これ虎じゃない、あ虎じゃないわ全然違かった。多分虎は出てこないはず。3つ作ってあるね。さて、まもなく200になるので、200になったら行きましょうか。どうなんだろう、こっちが門があるのかどうかでね。あ、門あるっぽいな、これ門か、違うな、石壁か。まあどこにも門はなさそうなので、食料がない。
おっと、途中セーブ。バージョーズ作り終わったからか、今のは。うん、作り終わった。これも暇してる。じゃあ行きましょうか。その前にやってきてしまってる。この僧兵に関しては弓とかが有効なはずなので、多分結構削れてるはず。さて入れましょう中に。押し出されていて大丈夫？うん、全部入った。忘れずにどんどん兵も出すようにやっといて。これ200分の200、今間もなくなろうかというところ。いきましょう。まず波状椎出し方、ここ左側、ここからパッてやるとね、出るんで。うん、地味だけど結構削れてんね。もちろん数さらに作ってもいいと思うんで。なぜ動かない？なるほどね。もう全部いってしまっていいでしょ。この辺もそこまで大ダメージを食らってるような感じでもないんで。上を狙ってもらいたい。ここら辺下ろしていいでしょ。もういや、まだあるな。ここ壊さなければいけないところが思いのほか多い。ちょっと待って、なんかこの一つはどこ行ってた今これ。さて、どんどん兵が減っていくので、壁を突破。旧兵はちゃんとこのユニット狙ってもらいたいんだけど、まあ語らないことも多いから、もう壁突破してもらいたい。これももう下ろしていいでしょ、この辺り。うん、壁を突破。突破する前にここだけでも壊してから。もはや何もなかったってなってるね。うん、倒し切った。ガンガン行きましょう。うん、旧兵が。徐々に奥へ奥へと。ここら辺もこういう細かいのどうでもいいので、こういう遠くから攻撃やってくるもの、そこを狙っていきたい。
どうなんだろうな、敵ユニット優先して狙ってくれてるのか、それとも関係ないところも狙ってしまってるのかが見えてないけど、一応敵ユニットを狙ってるように見える。まずこれ商工会議所、まあ、やらんでもいいかこれ。まあでも間もなく倒せるんで、はい、最後向こう側で旧兵に関してはこっち側来るものを狙っていく。あとこちらか、上これは要塞かな、赤の宮殿。前出してリーダーを救え。リーダーボケとしたら倒されてんね。リーダーどこにいる、ここら辺にいる。これか、ずっと射撃食らってるんだ向こう側だが、あとわずかなので、敵がやってきてしまってる。倒したかな、いやまだ倒れてない。目標達成。バイユーの守備隊を倒すになってるね今度は。ちょっとこれは前にユニット呼ばないと厳しいかも。やっぱり建物があると別のところを狙ってしまうんで、できればもう全部壊しきりたいね。こっち側も敵来てるけど、宿営地やりながらでいいんじゃない、回復しながら。ここでの戦いも終わったかな、間もなく。倒しきった。バイユ破壊目標達成。おしまいじゃないこれ、大丈夫、終わったね。いや今回は比較的早かったと思ったけど、30分ぐらいかかってるね。ヘンリー一世は兄ロベールに対する勝利の余韻に浸った。ただまだまだ戦いが続くみたいになってますね。いずれにしろまた一つクリアとなってます。なんかとぼとぼ歩いてるから負けたかのようなね感じになってるけど、ではここでまた一旦終えて、さらに続きやっていきましょう。さて続きやっていきましょうか。タンシュブレイの戦い、1106年、今日ノルマンディをめぐる骨肉の争いが決着するということになってます。 While Bayer burned, King Henry pressed his advantage, seizing key fortifications and buying the loyalty of powerful lords. Henry loosened his brother's grip over Normandy.At Tinchebrae in 1106, brother would fight brother for final claim to their father's lands. ということで、なんかちょっとおかしいマークがね、コロンがあったように見えたけど、さて行きましょうか。高位兵器なしで石壁を破ることは不可能ですとなってます。手前側の木の柵はね、炎を松明つなげて壊せるけれども、石壁は難しいという、高位兵器をちゃんと作りましょうになってる。ヘンリー一世は兄を城外へ誘い出すためあらゆる策を講じた。どういうことだろう。
ちょっと待って、これもうすでに攻撃受けてんじゃないこれ。Determined to claim Normandy and capture his brother Duke Robert, King Henry besieged the castle at Tinchebrae. But the direct assault on the formidable stone castle 正面突撃はことごとく失敗に終わった。これは今出てったのは倒された扱いかな。新たな計画を考案した。何を考えたのか。まだ生きてる、まだ生きてる。これ。あ、助かった。ちょっと待って。他の場所を制圧だと思うんだけど。それはどこのことだ？これ手前側のことかな？いや違う、別の場所が現れた。ああ、どうだろう、高台の方から行くか。うん、ここだな。敵はいる、敵はいるが、うん、マルティーニ。To goad Robert out of his stronghold, Henry's men burned the village to the ground. シシスが邪魔だから攻撃が届いてない可能性がある。やっぱり射程長いね、これね。分かっちゃいるけど、ここら辺も全部倒した。拠点取りましょう。うん、この物資農民なら取れそうな気がするんでね。以前初期の頃出てきて取れなかったけど、全て役になってるね。でも敵出てくるんじゃない、これ焼いてる最中に。どうなんだ、取れないかな。あ、取れるな。僧兵とかなら取れるとか、そうしたものがありそう。他焼けそうなところ、別に僧兵じゃなくても取れるな。これ倒し終わって全て役完了。The village of Martigny was destroyed, but still Robert did not emerge to face Henry outside the castle. これ Henry would have to raise the stakes. 取りに行きましょう。He targeted the village of Fren. おっと、この目前で。Henry could buy reinforcements from nearby allies. 何かあるね。支援要求。お金によって何か得られる。黄金が今500ある。これ難しいね。意思もらいましょう。Henry sent gold to his ally and men and received fresh reinforcements. となると、こういうお金を取っていくのが重要ってことか。どこか。ああ、ちょっと待って、敵も出てきた。ヘンリー received word that Robert had sent for a fresh army to aid in defending his position at the castle. ヘンリー had to eliminate these new forces before they could combine with the garrison. なるほどね。坂もぎは今回は旧兵、使えることは使える。どうやってくる、これ効果効果で変わるんだよね。あ、向こう側にいるね。あ、見えてるねそもそも見えていた。あ、でもチラ見せだけ。うん、早くも敵発見。騎兵は奥行ってもらいたい。いや、僧兵が奥行ってる。
将兵じゃない、騎兵が奥行ってもらいたい。それでもなんとかなってるようには見える。うん、撃破完了。これどうなんだろうな、もう放っといていいのか。ヘンリーは thwarted his brother's attempt at strengthening the castle's defenses。対峙倒しましょう。どこまで逃げるのか。こっち側は回復。ああ、回復できない。いいのかな、もう放っといて、これは。でこのままこの道路から行けそうだね。なんとかせっかく高い金で来てもらったユニット生かしたいけど、早くも結構削られている。旧兵2、将兵3、騎兵4、これでいきましょう。とはいえ細かい操作できるかって言われるとね、なかなか厳しいものがある。見学行きましょうか。こっち側か、こっち側だ。ちょっと待って、3層兵突っ込んでもらいたい。いや結構辛いんじゃないこれ。それでもなんとかなってるようには見える。今逃げたつもりなんだけどな、なんか引っかかるのかなんだかよくわかんないけど。うん、まあまあ行かなくていい、行かなくていい。うん、なんでだろうな。こっち側移動してんだけど。ああ、まあ、攻撃体制になってんのかな、ひょっとしたら。その可能性あるね。起こしましょう。なんだろう、これ、装甲というものがあって。5秒間大幅に強化。なるほどね。多分この現状維持をオンにしないと敵が寄ってくると攻撃してしまう可能性がある。これ旧兵手に入れるか、総兵欲しい。歩兵2つぐらいやって。Henry sent gold to his ally in Brittany, and in return, a detachment arrived to bolster his numbers. でもらいましょう。さすがに辛いか、これは。うん、倒しきった。ラスト1人倒して、うん、まあまあまあ。あ、なんでこんなとこ止まってんの。ちょっと待って、なんでこれダメージ受けてる。あ、これまた、あ、動かしてなかったんだ。
何をやってるんだか。で今追加できたのこれ、はい、うん、付近にいるユニットの槍および逆巻きダメージ走行視界が向上するとかあるね、なんかいろいろと。そして物資を確保。だがこの状態でこの後なんとか耐えられるかって言われると、騎兵ごと上騎兵15、騎兵10と下馬騎兵、なんかそんなものがあるそうです。全部倒し終わったかな。うん、ロベール出陣。ロベール出陣。やってくるね。これ良くないんじゃない？増援4度いって。ヘンリー paid his ally in Tosny and received a regiment of soldiers。出しといた方がいいか。坂もぎ。これで強くする効果のこれをやればね、多分いい感じになると思うけど、敵どういう角度で来るのこれ。あ、ロベールロベール見えてるんだけど、ちゃっかりと。うん、まあそういうルートで来るんであれば、こっち側か？いや違う、なんか二手に分かれて動いてるな。でロベールだけを倒せばいいので、いやでもロベール軍か、ロベールの軍隊だからなんか分かれてきてるようには見える。坂本にもう一回、この右下のマップ見る限りだとね、分かれてきてるように見える。そうでもないかい。まあそうでもあったが、騎兵で奥狙ってもらいたい。総兵ロベールあたりを直で狙えればいいけど。そして忘れてたけど、リーダーユニット W、 これで周辺強くなっている。ロベールがどうなってるかが分かんないけど、あとやっぱり速度変更これあるっぽいんだよね。どうなんだろうな、速度の表示がどこにあるかが分からないんで、実際速度変更できてるかが分かってないけど、ロベール逃げようかという感じか今のは。ロベール最優先。うん、捕らえる、目標達成。うん、あ、終わった、あっさりと。重いのか、今回早かったね。内政ないと早いね、テンポがね。ヘンリー一世の作戦は成功した。歓迎されている。あんなでかい槍持って戦ってるの見たことないんだけど。あるのかな、今後、ああいうユニットが。ということで、問題なく。無事クリアとなってます。ということで、タンシブレーの戦い問題なく。
難易度は中級。では今回はこれで終えて、次回またブレミュールの戦いやっていきたいと思います。続き興味ありましたらぜひチャンネル登録して、また次回もご覧ください。ではでは。